はい、今日も始まりました、トワイライトゾーン探索です、今日倉敷のですね、駅前北口なんですが、アンデルセン広場というね、謎の広場に行きます。アンデルセン、童話の世界ですね。さて、ブレーメンの音楽隊みたいなものがあるのだろうか。はい、人に感動を与えられるようなものがあるのかどうか、まあ、見ていきたいと思います。では始めます。今日も始まりました株主優待生活。今日はね、倉敷に来ました。サイゼリアで食べようと思います。ネットで見るとこの辺りなんだよな。多分駅の中かな。バイクはタダで受けて、で三井アルトレッドパークが駅前にあるんですね。ちょっと見学していこう、どうやって上がるんだ。ちょっとね、サイゼリアの場所を確認しましょう。どこだ、サイゼリア。サイゼリアじゃなくてもね、結構ねないね、まあこんな。こっちじゃないよ、そこ階段上がれてるね。あ、わかった。この階段を上がりましょう。倉敷、やっぱりね、観光の街なのかね、結構デザイン性はいいですね。よいしょ、ちょっと後で見学しよう。ありよ、こっちか。時計があって、これはね北口なんですよ。観光地はね南口なんですけどね。おお、なんかね西洋の騎士みたいな噴水もあってね、十字軍みたいな感じですね。こっち歩いて、階段にシルクハクタの銅像、噴水といい。駅の反対にアパホテルの駅なんですね。あの駅の中だな、サイゼリア。噴水。この時計台はね、市役所みたいな感じじゃないの。市役所にこんなあったな。なんかローマ帝国って感じでね。あ、いや、もっとギリシャみたいな。アンデルセン広場。アンデルセン広場。ってんですね。あと、あ、さっきの科学センター、プラネタリウム、で駅の反対にロフト、あ、アリオっていうのこれ後で見に行きましょう。で駅前、アンデルセン広場ですね。ぐるっと噴水だけじゃなくて、ここは倉敷駅。実は電車で来たことないんじゃない、いつも車なんで、ね、あ、牛タン屋、うまそう。インフォメーション、
アウトレットパークあるんですね。ちょっと後で見ましょう。で、駅前の、コンコースですね。